くらです。はい、今日はですねロフト1万円分購入してみた、はい、ということでですねやっていくんですけど、目の前にロフトがあるので早速1万円分購入するところからやっていきたいと思います。欲しいものとか結構あるのでぜひねそこにね注目してもらえたらいいなと思います。思う存分欲しいもの買ってきます。ということでレッツゴー。ということで早速ね中入りました。もうねやっぱ美容系が欲しいから2回行きます。1万円か、結構締められてくるな。種類がありすぎてめっちゃ迷うんだよな。うわここら辺絶対うちが欲しいものいっぱいある。待って待って迷う迷う、今のとこ1個も買えてないんだが。うわ手鏡欲しいな、本当に欲しいもの買おう。プチで欲しいやつないかな。待って何これかわいい、なかなか決まらない。優柔不断が出ちゃってますねこういうとこに。うわシャンプー欲しい、待って欲しいオイルあったんだったうち、そうだ思い出した、ナイス。何これお家で温泉気分。うわこの下地めっちゃいいって聞くな、めっちゃ欲しいやつ見つかった。この保湿のやつ楽しいですね買い物。こういうの欲しいわ、お客さんが来た時に。すごこんな売ってるんだろ、ふと食べ物売ってるの知らんかった。だるめっちゃいいやん、プライベートで買いに来よう。はいはいはい、かわいい、これかわいいって思ったらない。確かに、マジか、ほんといろんなの売ってるな。もう一個買ってないですか。終わり、チョベリグ。はい、ということでですねじゃーん買ってきました。結構ね、たっぷり買えたのではないかなと思います。めっちゃ欲しかったものも買えたし、まああとね、いつも愛用してるのも買えたので紹介していきたいと思います。まずはじゃーん、これね、めちゃくちゃ欲しかったやつなんですけど、エスポアのスキンスムージング グローライザー、これ化粧下地なんですけど、これね、TikTok かなんかでめちゃくちゃバズってて、私ね、TikTok でバズってるものすごい気になっちゃうのよ、なんかで、買っちゃうみたいなのが多かったんですけど、これずっと欲しくて、見た瞬間買いました。これ化粧下地なんだけど、見て、じゃん、え、大丈夫かな、小体不詳の方、そういうのありますよね。集合恐怖症、集合体不詳の集合体不詳の人はちょっと観覧注意なんですけれども、閲覧注意なんですけど、なんかたくさんね入ってるのよ、なんかまん丸みたいな、わかる？多分ねこれがね美容成分なのかな。でこの出すことによって、このなんかまん丸いやつがあるじゃないですか、あれがどんどん潰れて出てくるんですよ。めっちゃいいね、なんかね香水みたいな匂いするんですよ、すっごいいい香りする。やばい保湿力やばいんだよこれ、わかるかな。なんかとにかくすべすべになって毛穴も隠してくれて、すごいメイクのりが良くなるみたいな。あと何より匂いが好きでしたね、匂いがいい化粧品ってめっちゃ良くないですか、すごい魅力的。あと、まあ、ちょっとお高めではあるんですけど、まあ、だけど、まあね、結構ねいい成分入ってるので、化粧下地ねちゃんとしとけばね、ベースとかも落ちにくくなるので、夏とかさ汗とかもあるしマスクもあるから化粧めっちゃ取れるじゃん、だから化粧下地はちょっといいもの使いたいなと思って買いました。続いてはこちら、じゃん、こちらはですねウルリスピンクミーウォーターコンクコントロールヘアオイル、これは2個目なんですよ。で一人暮らしする前にずっとお家で使ってて、持ってくるの忘れたんですね一人暮らしのお家に。でこの前ね久々にねお家帰ったんですよ、だからしーちゃんがめっちゃ愛用してて半分以上なくなっててクソと思って、それで思い出したんですよ、あそういえばこんないいやつあったわと思って、そこでまたね試しに使ってみたんですけど、やっぱいいわと思って買いました。これはなんか匂いがいい、なんかあんまり私ちょっと好き嫌い分かれるような匂いとかあんま好きじゃないんですけど、誰でも好きそうな匂い、ちょっと石鹸味もありつつ女性らしさのある匂いみたいな感じなのもあるし、あとこれドライヤーで根元だけ乾かした後とかにつけて最終的にちゃんと乾かしたらすごいサラサラになるし、あとねうちエクステだからすごい乾燥しやすいんですよ、これ使ったらすごい潤いも保たれてガチいい。これあとパッケージ超可愛くない？これもね TikTok で見つけた。続いてはこちら、じゃん、はい、こちらねお米しっとりの湯っていう入浴剤です。皆さんこれ見たことありますよね、お米パックの有名なスキンケアで有名なやつですね。
これは、まあ私最近ね、あのお風呂溜めるのにハマってて、半身浴とか全身浴とかにハマってるんですけど、なんか温泉気分になれるらしくて、お家で。なんか気になって買ってみました。あのパックとかがめっちゃいいじゃん。あれ大好きなのね、うち。入浴剤も絶対いいやろうなと思って買いました。これが、カサカサ、肌荒れ、ひび割れに。で、これが、冷え性、肩こり、今日の疲れに。いいね。ザラザラ肌、ニキビ、温、これなんて言うんですか？湿疹。よくわかんないですけど、多分自分にね合うやつを買ったらいいのかなと思います。だから私はちょっとね試して一番いいのを愛用していきたいので、とりあえず全部買ってみました。220円とかでした。すごい安いです。で、あとね、じゃん、ピーラー買いました。ピーラーね、ずっと欲しかったんだよね。なんかこの前ね、じゃがいもを剥こうとしてピーラーないと思って包丁で私やったんですよ。かわいそう、危ない。ピーラーだけいつも忘れてずっと買わなくて、もう2ヶ月が経ちました。ということで、この機会にピーラー買いました。ロフトすごいね。ピーラーとか持ってるんだ。なんで持ってるわ、ロフト。続いて、じゃーん。これ買っちゃいました。グラタンとか作るお皿。あ、これ電子レンジでも使えるって書いてるわ。ラッキー。なんでこれ買ったかというと、最近なんかその、ダイエットご飯みたいなのを SNS とかでよく見ることがあるんですけど、痩せるグラタン風みたいな料理みたいなのがすっごい美味しそうだなと思って、それも TikTok でバズってたんですけど、こういうお皿で作るらしいんですよ、グラタンの。こういうの売ってるのやばくないですか？めっちゃ売ってたよ、こういうの。あれすごい安かった。1000円ちょっとぐらいで買いました。プライベートでちょっと人数分とか買って、あの友達が来た時におもてなししようと思います。めっちゃ良くないですか？お友達の家に行って、こういうなんか焼き物っていうかグラタンみたいなの出てきたら、めっちゃ視力みたいなのが出るんで、これ絶対ゲットします。超バリグー。続いてはこちら、じゃん、コースターです。はい、わかんないんですけど、ぶってみました。何のためにやるのかわかんないですけど、あれですかね、水滴とか落ちるからですかね。あんまよくわかんないんですけど、役目は。あ、とりあえず2個ですね。はい、お客さんが来た時とか。あ、すいません、今日使ってないんですけどすいません。コースターだけでもいろんな種類あって、なんかおしゃれな木のコースターだったり、高いやつもあったんだよね、4000円ぐらいの鉄みたいなの、わからんけど、これはすごい安かった、500円。はい、続きましてはこちら、じゃん、なんかね、パウダーのパフの替えを買いました。あのパウダーとかついてるやん、普通の買ったやつに。だけどそういうなんかパフは菌が増殖しちゃうから、あの期間が経ちすぎると肌荒れの原因になったり、あんま肌には良くないので、なんかこういうパフとかって定期的に変えるべきらしいです。だから買いました。私も定期的にね変えてるんですけど、こういうのはなんかスポンジでも替えのタイプとかいっぱい売ってたりしたので、そろそろ変えたいなって思う方はぜひ買ってみてください。続きましてはこちら、これもずっと欲しかったよ。じゃん、キャンメイクのラスティングマルチアイベース。これね、アイメイクの化粧下地ですね。多分ね、みんなね、化粧下地とかは肌全体だけでいいとか思ってませんか？あのメイクをもっと落ちにくくしたい、上級者になりたいという方は、アイメイクの目元用の化粧下地はしとくべきだと思います。私も初めて買ったんですけどあのなんかね、これも TikTok で見たんだけど、 TikTok でこれを使ったアイメイクの日1日と、これを使ってない日の1日の比較みたいなのが出てて、全然違くてびっくりしたんですよ。もう化粧のね、あ、落ち具合が全然違くて、落ちにくくしてくれるらしいです。やっぱ湿気とかでね、落ちることあるじゃないですか。夏だし汗かいたら絶対メイクとか落ちやすくなるので、はい、おすすめですね、これ。続いて、あの最後ね、これ1万円分って言ったじゃないですか。1万円分買いたいんですけど、やっぱりちょっと最後余ったのが200円とかで、余裕持ってここで終わってもいいかなとは思いましたけど、やっぱギリギリ攻めたいなということで、200円分何を買ったかというと、ボタンアームです。これね、うちね、ボタンアームめっちゃ久々に見たわ。どんぐらいぶりに見たんやろ。3年は食べてないわ、ボタンアームなんて。大好き、ちボタンアーム、めっちゃ美味しくない？うちはちっちゃい頃何が好きだったかというと、ボタン飴の味も好きだったよ。けどボタン飴についてる、あのなんか、あの食べれる紙みたいなあるんですよ。ちっちゃい頃すごい大好きだったんですよ、それが。で、久々に見たから、しかもロフトに売ってるんだと思って。これですね、見える？ここら辺、これね、知らん人いるのかな、食べれるって。あんまりないかな。だから溶けていくんですよ、口の中で。1つ100円ぐらいだったから、2つ買ってちょうどぐらいで1万円分購入って感じでしたね。ちょうりぐ、はい、今回のね、まあ、1万円分購入って言ったんですけど、まあ、この袋も入れて14点で9989円です。はい、11円残し。
ありがとうございます。私ね、こういう値段の上限とかが決まってるやつめっちゃギリギリ狙っちゃうんですよね。なんだろう、でも一番買えて嬉しかったのはピーラーとこの化粧下地かな。ちょっとね、これからのねメイク動画とかでも使っていって、実際に顔に塗ってみてとかファンデーションしてみてとか、またレビューしていきたいと思います。このピーラーとかは普通に実践に使うんでお楽しみに。ということでですね、今回はふと1万円分爆食い1万円分爆買いということでね、自分の欲しかったコスメとかも買えたし、まあ、日用品とかも買えたし、食べ物も買えたし、結構ねいろんな幅のものをゲットできてよかったです。やけど、もう他にもね買いたいもの見つかったので、ほんと種類がね多いの、何でもあるかもって思ったので、ぜひ欲しいものがあったら皆さんロフトへ行ってください。ということで、せーの、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。チョベリグ。